今日は駒沢公園で、長ドンハーフマラソンチャレンジということでして、キロ4分半でしたっけ？キロ4分半で走るというのがミッションです。はい、ちょっとそれに突撃してきました。いえ、初駒沢公園、この黄色い線を一周すると 2.1 キロ、つまり10周すればちょうどハーフマラソンになるという、なんか分かりやすい。あとそろそろ前のブレーキの交換かもしれないです。なんか鳴るようになってきました。オッケータイムいくつでしたっけ？時間35分です。時間35分ということはキロ4分半3 4分頑張ります。頑張っていきましょう。はい、それではイケメンからめっちゃ綺麗そこまで行ったらもうそこまで行ってたらもう何でもいい。ペーサーはゴールしちゃいけないもう一つのゴールがあるそこまで行けたらもうもはや何でもいいけどラストに行けないあ、今若干下ってて、実はこの 2.1 キロは結構アップダウンが地面にあるんですよね。それがリズムを掴みやすいというか、結構走ってて飽きないそんなコースになってますね。いい、おしまい。15キロいい感じのペースでしたね。いい感じのペースでしたね。まあ、だいたい5分、5分半ぐらい。たまにものすごく速い集団とすれちゃうんですけど、それもまたでも気持ちよかったですね。気持ちよかったですね。だからイーブンだといけた。いけた。おめでとう。おめでとうございます。お願いします。ありがとうございます。新記録達成。新記録達成。お早い。おめでとう。ナイスラン。ナイスラン。今日だってポテト食ったら超うまいよ。今日ハーフマラソンいかがでしたでしょうか？いや、無事目標タイム切れてよかったです。本当にペーサーの皆さんのおかげです。ありがとうございました。ありがとうございました。もっと強くなります。もっと強くなろう。はい、ペーサーの皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。おはようございます。焼きティラミス、うまそうなやつ。っていう感じの、はい、ハーフマラソンの後の髪はやっぱ美味しい。美味しい。ということで今日こんな感じでした。ありがとうございました。